八葉、または、オクタチオカンは S8 の化学式を持つ無機化合物である。黄色の個体で無色無味である。硫黄の標準の同素体である。また、すべての炭素原子が硫黄原子に置換した一連のチオカンヘテロ、管化合物の最後のものである。八葉は、騎士面定常と二つの炭車小の合計三つの異なる多形として存在し、 このうち二つだけが標準状態で安定である。皮脂面定焼のものが標準として扱われる。残りの多形は1 0 0キロパスカルで摂取96度から摂取115度の間でのみ、安定で摂取115度を超えるとゆっくりと不等しか化が起き始める。しかし、加熱が十分に急速だと分解は最小限となり、 八葉は摂氏119度で溶解し、摂氏159度以上で完全に分解する。八葉はいくつかの硫黄の同相体を形成する。ラムダ硫は液体であり、これを冷却によって結晶化させることで、ガンマ硫黄を得ることができる。ラムダ硫がゆっくり結晶化されると、ベータ硫黄に戻る。これは摂氏115度以上に加熱されているはずなので、 ベータイオウもガンマイオウも純粋ではない。純粋なガンマイオウを得る基地の唯一の方法は、溶液からの結晶化である。8イオウは容易に大きなサイズの結晶を生成する。これらの結晶の色は鮮やかな黄色であり、若干透明である。結晶になる化合物にはよくあることであるが、粉末状になったイオウの外見は、これとは完全に異なり、 図で見られるように色が薄く不透明である。非常に純粋な鉢用は、水溶性のピリジンを触媒とする4、4次ピリジルジスルフィードの光分解で作ることができる。多形の割合は、ピリジンと水の比によって変わる。この過程では、ガンマ型の鉢用も作られる。サイクルフテイサルファー、ケミカルエンティティーズオブバイオロジカルインタレスト、UK。 ヨーロピアン・バイニャ・ファーマティックス・インスティチュート、2014年7月24日、閲覧。A.B. ザンダル、スティーブン S ・ S. ケミカル・プリンシップルズ・シックス・スウェード、ホートン・ミフリン・カンパニー、PA23、ISBN0 から618から 94690X。ありがとうございます。